はい、どうもこんにちは。佐藤健、ルノケン、ケンシンの口癖、オロに込めてる気持ちは自然すぎるという話題にってことなんですけど、ルノケン僕もこの前見に行ったあれですけど、コロナ禍での延期を経て公開されたルノにケンシン、原作、ザ・ファイナル・ザ・ビギニング、原作では最後のエピソードとなる人中編をベースにエニシとの究極のクライマックスが描かれるザ・ファイナルと、原作では剣心が過去を語る形で物語が進む追憶編をベースに十字傷の謎に迫るビギニングの2部作となった。そっか、人中って言葉がね、あれなんですよね、キーワードにはなってるんですね、映画のね、天中じゃなく人中だっていうね。その中で、主人公の剣心の口癖として、原作から実写版に至るまで親しまれているのがオロ。戦闘の時と違い、普段とぼけた剣心の様子が現れる口癖で、映画ルローニ剣心のコミュニティサイトでもオロコミであったり、先日公開されたテレビスポット剣心カオル編でも、最後に使われるなどおなじみとなっている。ああ、まあテレビスポットね、その CM ですよね、オロって言ってますよね。 SNS でも佐藤健のオロが可愛いと、佐藤健にしかできないと注目されている。また様々な映画について女子高生がプレゼンを行う漫画、邦画プレゼン女子高放吉、英子さん、同作の大ヒットについて、アクションはリアルさ、配役などを挙げながら、実写版ロケンのヒットのように、それは佐藤健が完全にオロを自分のものにしているからではないかと。オロに言及、心の底から出るオロ、血が通っているオロ、オロの使い手と、4ページにわたって佐藤のオロの素晴らしさが熱弁されて、なるほど、4ページもオロを語るってのがまたすごいですよね。まあオロってよくね出てくるんですけどね、ルロケン、一応剣心の口癖ですよね。で、戦ってる時はもちろん当たり前なんですけど、オロって言わないんですけど、こういうのは街をねぶらついてる時とかですかね、オロっていうね、なんかこう出てくるのはね。だから、僕が見た感覚ですけど、まあ、拙いね、ルロケンを見てきた感覚ですけど、そんなに多用はしないですよね、オロはね。なんか、そんな連発するほどの口癖でもないと。口癖っていうほど、ものすごく何回も使ってるわけではなく、なんか、ここだっていう時にオロって言ってるような感じが僕はするかなと思いますけどね。そんな、佐藤に、直接ルロケン感想、ルロケン感想でオロの使い方がうますぎると話題になっていることを伝えると、そうなんですかと驚いた様子。そのまま言うとキャラクター感が出てしまいそうなものだが、自然に口にするコツを聞くと大体あれっていう感じです。あれとかあらとか、そういう感じで言ってます。台本読んだ時にもうそういうことかなと、単にキャラの口癖を言うのではなく、演技として紹介している佐藤の様子があるから、まあそうですね、わざとらしくないですけどね。この健が今こう書いてある通り、あれっていう感じの時にオロって使ってる感じが、なんかね、オロを乱発してる口癖っていう感じでもないかなって思いますね、健くんの使い方はね。あれっていう感じでオロっていう、平和なね、平和な時にダーッとこうなって、ここぞった時に落ちみたいな感じでおろって言って終わるみたいな感じの雰囲気ですけどね、僕が見た感じだとね。先日行われた最終章の公演を記念したオンラインイベント、ルローニケンシンのグローバルファンセッションでは、ファンの子供からおろを言ってくださいとリクエストされ、渾身のおろを聞かせるも、無反応の子供に何か反応してくれとうなだれてしまい、笑いを誘った佐藤、恥ずかしそうにやってましたね、これね。なんか僕もテレビで見ましたけど、ルロケンに、でもそれは今後聞けないかもしれない、オロに注目。あ、そうかね、まあそうですね、多分このファイナルで最後でしょうね、なんとなく。まあわかんないですけど、まあ最後のビギニングを見てないからなんとも言えないですけど、ルローニンになってからの剣心の口癖のような気がしますね。さっきだってた時の抜刀斎だった頃はさすがにオロっていうような言葉を出さないだろうから、ルローニンになってからの優しくなった時に出てきた言葉な感じはしますけどね。まあまあとにかく
そんな感じですかね。昨日もね、やってましたよね。うん。なんか、いろいろと佐藤健くんの露出は、ここに来て、すごい多いなと。まあ、まあ、もちろん番宣もあるし、あとは、どうなんですかね。まだ、もう一作ね、控えてるんで、まだまだ出るんじゃないかななんて思ったりはしてますけど、いいことですよね。な感じです。ではでは。